はい、今回はね、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイについてのお話をしていこうと思います。まあ、水星の魔女からこう続きで見ている方とか、もしくは劇場版を見に行った方とか、ガンダムシリーズこれまで見ていてテレビエディションでもう一回見るよとかね、いろんな人が多分いると思うんですよね。ただ今回ね、やっぱ巷の意見をね、それぞれ見ていくと、まあ、意外な意見というか、こう水星の魔女とやっぱ比較される部分とかも出てくるんですけど、まあ、比較するのはちょっとなと思うんですが、まあ、いろんな意見があるんで、それをちょっとピックアップしていこうかなと思います。もともとね、やっぱガンダムシリーズっていうのは難しかったりとか、ハードルが高かったりとかね、することでまあ有名というかね、ガンダムってすごい面白いっていうけど、結構作品も長いし、ちょっと入るの難しいよって人がね、結構多いね、コンテンツの一つだと思います。ただ今回の水星の魔女っていうのをあえてね、こうやっぱ入り口をね、広く取ったことによって、いろんな人がリーチする。今までガンダムを知らなかった人、アニメ好きだった人、アニメそうでもなかった人とかね、いろんな人にリーチすることによって、たくさんの視聴者、ガンダムを知るきっかけができたのはまあ大成功なんじゃないかなと思います。ただその中でこう閃光のハサウェイを見たことによって、これって面白いのって多分思う方たくさんいると思うんですよね。では巷の意見をちょっとまとめてみたので、それぞれのコメントについて意見していこうかなと思います。まず一つ目、閃光のハサウェイはガンダムシリーズの中でも非常に理解が難しいという点です。今回水星の魔女から流れで閃光のハサウェイを見た方も多いと思いますけれども、やっぱりちょっと意味がわからないという人が多いようです。まあもちろんね、最初のギギとの会話だったりとか、こうニュータイプ的な部分を踏まえると、ほんと何の会話をやってるのっていう形が多いと思うんですよね。ハサウェイはテロリストだし、まあそう設定自体はいいと思うんですけれども、そのストーリーの進める上で、なんか淡々と進めるように感じます。ただその細かい描写を切り抜いていったりすると非常に面白いんですけれども、水星の魔女で言うと、このワンクールのね、展開の仕方と重ねると、それは確かにめちゃくちゃ難しいと思います。まずこの難しいという部分でつまずく人だったりとか面白くないなっていう人がね結構多いみたいですね。続いてギギが苦手という人です。ヒロイン役であるギギなんですけれども、やっぱりなんかちょっとこうわがままというか、ちょっと雰囲気的にこうとっつきにくい感じありますよね。まああれっていうのもニュータイプだったりとか、ちょっと人とはちょっと違うね感性を持ってるからこそ、ちょっと異質に見えるっていうところがあります。いきなりね、ハサウェイの正体がマフティーであることを気づいていたりとか、そういうところもありますよね。で、そういう上でもなんかこう思わせぶりな態度を取ったりとか、そういうね、ちょっとまあ変わってるといえば変わってるんですけども、あのギギの存在ってことがあるからこそ、ハサウェイがこう翻弄される、昔のね、自分が恋をした人を落としてしまったクエスパラやっているんですけども、それと重ねてしまったりする部分で演じられてくるので、ギギっていうのはああいうキャラ立ちじゃないとなかなか成り立たないと思うんですよね。ハサウェイがマフティーとしてテロリストのね、トップとしてやっていくことによって、そのギギの存在っていうのがなかなかこう引っ張ってくるっていうところを見せる上で、ああいうキャラクター作りっていうのもあると思います。まあ、これに関してはね、ガンダムシリーズっていろんな女性キャラ出てくるんですけれども、特に水星の魔女で言うと、全然ね、あっさりしたキャラクターがすごい多いので、今時のね、アニメーションな感じはするんですが、実際のところはやっぱギギっていうのはちょっと特殊だし、なんか苦手だなって多分わかるんですよね。まああれは本当にそういうガンダムに出てくる女性キャラとしてはまあ納得かなと思います。続いて、ガンダムいつ出てくるのというお話です。はい。第1話、第2話とありましたけれども、今回最後ね、メッサーとね、ペーネロペ出てきましたけれども、モビルスーツ戦がまずないんですよね。これはね、私も劇場版見に行った時に思ったんですけれども、全然最後までモビルスーツ出てこないねって。まあ、ハサウェイも主人公だから、やっぱガンダム乗るんだろうなと思いながらも、全然乗らないじゃないかっていうのがね、あると思います。まあ、ガンダム的なそのモビルスーツとしてかっこよさとか、まあ、戦闘シーンっていうところも非常に閃光のハサウェイで綺麗に映されているんですけれども、そのモビルスーツ戦が最初からあんま少ないってことも結構ね、ガンダムっていうこのものをね、表面的に見ている人からするとちょっとね違うなと思われます。ただやっぱりこれはね、もう過去のガンダムシリーズから言う通り、まあ初代のアムロとかシャアが出てくるあたりからも、こう、やっぱ人間模様だったりとか、連邦とかジオン、まあ敵味方という見方じゃなくて、それぞれの考えがあってってところで、人間模様ってところ、成長していく姿ってところが描かれていくのが基本的なガンダムシリーズだと思います。だからこそ、モビルスーツっていうのは最後の方にしか出てこないけど、まあ普通に見てる人からすると、これガンダムなのかなって多分思う人多いと思います。おそらく制作陣側としても、このガンダムってただのロボットアニメだよっていうね、インパクトっていうのをまあ消し去るために、今回閃光のハサウェイを、ね、選んだんじゃないかなと個人的には思うんですけれども、確かにそれとしてはちょっと違和感を感じる人も多いのかなと思います。はい、では最後に3部作の順番というお話ですね。今回ね、閃光のハサウェイの手にサンダーボルトと、ナラティブがあるんですけれども、この3部作、どれもね、結構宇宙世紀シリーズとしては、サブ的な立ち位置になってきます。で、その中でこの閃光のハサウェイっていうのが多分おそらく一番ね難解だと思うんですよね。それを頭に持ってきたことによってみんなハテナっていうことになってる状況だと思います。まあ最近のねアニメ的なこうテンポだったりとか、こう伏線だったりとか、そういうところをね見る上では水星の魔女っていうところが一番わかりやすかったんですけども、この人間模様、ガンダムのなんかこうちょっと泥臭い部分がね、一番見えるのはまあ閃光のハサウェイかなと思います。逆にこれをサンダーボルトとかを持ってきても面白かったかもしれませんけれども、まあ、閃光のハサウェイこういうのがあるんだよっていうね見せ方をね、制作陣側がね、してきているような印象にもありますよね。
まあもちろんね、ダブルオーだったりとか、まあウィングだったりとか、ああいうちょっとアナザーガンダムっていうのもあるんですけども、アナザーをここで持ってきてしまうと、本筋のね、こう宇宙世紀、今回ってね、やっぱ宇宙世紀100年の物語をどっかかいつまんでいこうよというね、企画のね、軸で進んでいる中で、キャッチーとして水星の魔女を出してきたってことがあるので、その辺のブレっていうのがね、少ないのかなと思います。以上が閃光のハサウェイテレビエディションの第1話第2話を見た人の、まあ、反応というかね、評価された部分をまとめてみました。まあ本当ね、なんか賛否分かれるというか、正直水星の魔女上がりでもうちょっときついなっていう人もいれば、逆に水星の魔女上がりで見た時に、あ、これがガンダムなんだな、めちゃくちゃ絵綺麗だし、なんか難しいけど雰囲気いいなとか、結局もう意味が分からないなとか、本当にね、こういろんな意見で分かれてるんですよね。逆に個人的にはこの閃光のハサウェイを一発目に持ってきたのは、まあ面白い取り組みなんじゃないかなと思います。まあ、みんなの記憶の中に閃光の汗が残っていて、今後見ていく上で宇宙世紀に戻った時に閃光の汗、あ、そこと繋がるんだなとか、あ、ブライトさんの息子なんだなとか、そういうところもね、分かってくればまた面白いことの一つじゃないかなと思います。例えば今回2話だとね、ハサウェイがね、母方の先祖が日本って言ったので、ね、未来さんのことだったりとか、まあそういうところで繋がってきたりとかするので、まあそういう見方の一つとしてありなんじゃないかなと思います。まああえて触りを閃光の汗を持ってくるっていうのは選択肢としてね、まあ面白い取り組みなんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんのね、閃光のハサウェイの評価だったりとか、まあ水星の魔女しか見てなかったけど、ハサウェイ見てどうだったとか、意味がわかりませんでもいいのでね、コメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。